皆様大変お待たせをいたしました本日は小学館と公益財団法人一橋総合財団主催雪政伊達パンタレイ発刊記念文化講演会にご来場くださいまして誠にありがとうございますただいまより伊達幸政さんと南条文夫さんの対談をお聞きいただきますお二人のお話を通して 伊田作品の持つ世界観や現代美術についてご理解を深めていただければ幸いでございますどうぞ最後までごゆっくりとお過ごしくださいそれでは講演に先立ちましてお二人のプロフィールをご紹介いたします現代美術家伊田幸正さんは2016年東京芸術大学美術学部床専攻をご卒業 19年同大学大学学院ユガを修了されています16年に現代芸術振興財団主催の歌舞賞で名和公平賞を受賞17年にレオナルド・デカプリオファンデーションオークションへ最年少で招待参加18年にはホーブス・ジャパンが表彰する アンダー30ジャパンの一人に選ばれました以降も2022年にスペインのピカソ生誕地ミュージアムでアジア人アーティストとして初めての個展を実施するなど世界各地で個展展覧会が数多く開催されている今注目の現代芸術作家ですそしてこの度 京都市京セラ美術館で開催中の伊田幸政展パンタレイ世界が存在する限りの公式図録幸政伊田パンタレイが小学館より刊行されましたまた数々の作品を世に生み出し続けてきた想像力の起源と生きてきた奇跡を自ら辿った100年後への置き手紙が7月に刊行されています そしてもうお一方美術評論家南條文雄さんは1972年に慶應義塾大学経済学部77年には文学部哲学科美学美術史学専攻をご卒業されました国際交流基金などを経て2002年より森美術館の立ち上げに参画 2006年から19年まで館長を務められた後20年より特別顧問に就任されていますまた同年より十和田市現代美術館総合アドバイザー弘前レンガ倉庫美術館特別館長補佐23年5月アーツ前橋特別館長に就任されています 1990年代後半からは97年のベニス・ビエンナーレの日本館を皮切りに台北・ビエンナーレ横浜・トリエンナーレシンガポール・ビエンナーレ茨城県北芸術祭ホノルル・ビエンナーレ北九州未来創造芸術祭アート・フォー SD ・ SDGs 富士・テキスタイル・ウィークなどの 国内外の国際展で総合ディレクターを歴任されていらっしゃいます。以上二人のプロフィールをご紹介させていただきました。続きまして、30年にわたり小学館で伊藤雅忠大全や日本美術全集全20巻など美術書の編集を担当し、今回刊行の伊田さんの2冊の編集にも携わっております。 小学館社長室の清水義郎をご紹介いたします清水さんどうぞこちらへお願いいたしますそれではここからは清水さんにお願いいたしますよろしくお願いいたしますえ小学館の清水でございます、えー、本日はお忙しい中足を運びくださいまして皆様どうもありがとうございます随、えー、分と寒くなってまいりましたけれども あの熱き思いを胸に日々、外業に励んでらっしゃる井出幸松さんを招いての今日のトークショー、あの帰りの折には皆様、なんか熱いものを受け取ってお帰りいただけるのではないかと、私も含めて、私自身もあのたの大変楽しみにしております、えー、皆様とと一緒にあのこの時間を過ごせたらと思っております。 えー、それでは、えー、ユダイ伊大幸正さんと南条文雄さんをお呼びすることにいたします。皆さん、盛大な拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。<laughs> えっと。 ここからは、えー、南條先生の、えー、導きといいますか、えー、それで伊田さんの世界観といいますか世界を導き出していただいて皆さん皆さんと共に楽しんでいければと思います。えー、ここから南條さんにあのマイクといいますかあの <laughs> お任せいたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ最初の画像をスタートしてください。よろしくどうぞ。はい皆さんこんにちは。伊田さんよろしくお願いします。お願いします。 えーと今日はですねスライドをご用意しましまたそれでそれを見ながらですね話していきたいと思うんですがサブタイトルが「過去現在未来」ってなってるんですよねですからまあまずは過去からいろいろお聞きしたいなとはい <laughs> この行情を早速いきますか <laughs> はいで最初からあの透明にはなんだかわかんないものが出てると思うんですけれどもこれあのメモ用紙みたいなもので、はいあのー、割とこう 文字書くのが好きでして、うん、昔からあのこれはあの大学時代ですねあのなんだろうこう何を書いていいか分かんない時期がすごく長かったんですよあの1年ぐらいずっともやもやとずっとこう絵を描かずにあの自分がこうどういう表現をしたいんだろうと考えてた時がありましてまあ暗中模索をなんかこう悩んでた時期に書き殴ってたメモ書きたちというかの一枚って感じですね。はい ちょっと悩み大きい青年だと思うんですけど。その時描いてるものっていうのはそのアートのことを描いてるんですか。それともなんか哲学的なことを描いてるんですか。いやなんやまあもう自分の思いの丈をただただ描いてるんでこうやってちょっと皆さんに見せ ちょっと恥ずかしいんですけど <laughs> 幸いなことに読めないんですけどはい<の> <laughs>、ね、書きすぎてで金もなかったんでねあの同じところに同じ文章あの違う文章を書いたりとかしてるんですけどあそ何書いたかなっていうのは相当おっしあるんですに。あだいぶいっぱいあると思いますねスタジオの多分詳細に全部突っ込んであるんで。 あのでたまに見返したりはするんですけどこれに関してはもう自分でも何書いてるか全然分かんない感じで <laughs> <laughs> まあ実は僕もそういうのがあるんですけどね <laughs> は,い、で次はお願いしますはいこれですけど私ねこれあのご両親かなと一瞬思ったんですが違うんですよね <laughs> これあの僕の、えー、と祖母と祖父とで真ん中が母ですねはい。 お母様はこれは何歳歳歳ぐぐぐらららいいいでしょおふくろこれ何歳なんだろうな多分10代とかそのぐらいじゃないですかね小学生だと思いますけどねおじいさんは恰幅がいいですよねああ軍人ですごいいろいろ軍人ではいはいあの偉い人だったんですけどねう<ー>んでおばあちゃんがまあなんかちょっとお嬢様であの茶道とか華道やっててでおふくろもその流れで華道とか茶道やってたような感じで。 ですかね、そうするとアート的な流れって血筋っていうのはお母様の方から来てるんですかねいやどうでしょう、まあ、父がやっぱ父方も割と手先器用な感じでうちのおじいちゃんとかもこう、うん、なんだろう自分でこう車作っちゃうような人で、うん、あのなんでまあ両方の家が結構こうものづくりというか、まあ、クラフト、まあ、おじいちゃんクラフトやってたしいろいろそういうとこに関してはまあなんか。 たけてると言いますか。あのじゃあそのおじいさまですがかあの軍隊の中では工兵隊みたいななんか物作ったり直したりとか。あエンジニアだったんで。そういう感じですかね。じゃやっぱりものづくり一家の血筋と。ということになる。結果的にそうなってますね。次お願いします。これがね今のとちょっとつながるかなと思いますけど。これは家族旅行で妻と息子と娘。 を描いたいなんですけどね。はい、えー、これだ誰を描いてるんですか。真ん中が妻で、えっ、ー、とこのえっ、ー、と緑色のがえっ、ー、と息子で、赤いのがえっ、ー、と娘ですね。今日どっかで見てらっしゃないですか。どっかいいんじゃないですか。あそこにいるわ。<laughs> ちゃんと来ていらっしちゃう。<laughs> えー、はいこれな何年ぐらい前ですかね。え？さ何年ぐらい前ですかこれ。これ何年前だったかな。二年三年ぐらい前かな。家族なんか。 海外飛び回ってるんでこう家族旅行とかあんまできなくて、うん、でちょっと久々にちょっと2週間3週間ぐらい休みができたんでちょっと行くかって言って、うん、<laughs> あの久々の海外あの家族旅行でっていう感じですね、うん、家族思いのアーティストでもあるすごいですよねだって子供の時からプロの画家のお父さんに描いてもらってるわけですから。 いやまあなんか父親もそういうことをよくやってたんですよね彫刻家なんですけどうちの親父あのそうですねなんか兄貴の,あのブロンズの頭とか作ったりとか結構しててでまあ今でも残ってるんですけどまあ彼女らが大きくなった時にまあこの絵も多分残ってるじゃないですか,、まあ、なんかちょっと何枚かを描いてるとかいいなと思っていいですねこういうの残ってるとね<え>次お願いしますこれは <laughs> これはですねあの一番最初の展覧会であの書いたまあメインのおばまあこれ僕の祖母なんですけどこうち父方の方の祖母ですねを書いた作品で大学の一年生かなだからもうちょうど十もう十一年前かになるのかなあのに書いた作品ですねなかなかいいお顔の。 あはいはい、まあちゃんにはなんかバケモン描いてって言われましたけど <laughs> まああのまあすごいいい絵で今,今これ売らずに今でもスタジオのどっかに多分しまったんじゃないかな,なんか割ときっかけになった一枚ではありますねうん、うん、これくらいからちょっとえあそうですねインドに行ってたんですけどインドから帰ってきてあの、まあ、描いてたあの絵なんですけどこの一枚も、まあ、この辺がきっかけになっていろいろ肖像画の を描くようなな感じになっていった覚えが、うん、あの井田さんっていうのはその肖像画がものすごく多いですよね、はいはい、多分作品の半分以上が肖像画っていうそうです、ね、その肖像画の原点があのインドに行ったことというふうにもおっしゃってますね,すね、まあ、身近な人とそしてなんかまあ旅先であったそのもう多分一生ではない人っていうか、うん、まずそういう人たちをこう、まあ、記録的な 意味合いがその当時は強かったんですけど、インドで出会ったその子供たち。とかはいはいそういう人たちを記録に残そうとしたってことですか。まあ僕の頭の中にある。その当時のその匂いとかね、なんかそういうのも含めて。まあ絵にしたいなって思って始めたのが一番最初のきっかけ。って感じですか。はい。はい。はい、次お願いします。 <生>皆さん、これ南條さんが選ばれたんでね <laughs> あの、僕選んだわけじゃないですからね <laughs>。<laughs> 言い訳しないでください <laughs>、<laughs> 元は全部そから出てますから <laughs>、<laughs> これ、くしキも豚の、きっと泣いてるのか、寝てるのかですね、泣いてたみたいですね、なんか、あの、はい、覚えてますいや、覚えてるのかな、なんとなくは、あれですけど、はい、悩み多き子供だったっていう。いや こわんぱくで、あのー、周りからは天使って言われてましたねで、あのー、<laughs> 10年後ちょっとくれた時には悪魔って言われてたんですけど <laughs> 天使から悪魔に変わるって多分兄貴にいじめられて,あの泣,いて泣いてたんじゃないかなお親父もカメラが好きであのパチパチ撮ってたんで多分その時のやつじゃないですかね、うんはい はい次お願いします。<laughs> 今の何だったんですか。<laughs> いやあのねまだ繋がってくんですよ。あ繋がってきますね。これは何でしょう。これは地元の海であのな、ー、でしょうね。夜海に行ったりとかなんか森の中入っていくとか,か夜に行動するのがすごく好きなんですよ。でこれ今年の1月かなあの久々にあの地元に帰ったので。 あのちょっと久々に深夜の2時か3時あったかなあのぐらいにちょっと海に行ってあの撮った写真かなまあ携帯の写真なんでちょっと画素数悪いですけど深夜でこんなに綺麗に撮れちゃうんですねあ最近の携帯すごいいいですよね <laughs> でも本当に見た風景とだいぶ違いますねそうするとそうですねそうですねうんか高校の時とかも英勉強し始めた時もなんか気晴らしはずっと海に行ってなんか あのボケってしてしるみたいな、うん、さっき清水さんと話したら悩んでよく海を見ていたと言っていおっしゃってましたねんかもうも悩んでたんいやあ悩んでたなこの時もで、ね、もうそうですねそれこそ小学館さんの本あの100年後の方ですねち,あのちっちゃい方ですねこれでちょっといろいろんでしょうねこう探してきた素材とかをこう整理してたんですけど、うん どんな感じのまとめ方したらいいかわかんなくなっちゃってでちょっと親父と酒飲んでたんですけどちょっと頭がうわーってなっちゃったんでちょっと海行ってちょっとほっとしてって感じではい,はい次お願いしますでねこれ孤独な青年が <laughs> 青年中がまあそうです世界を見下ろしてるような感じするんですけどこれはどういう時のこれはグランドキャニオンあのアフリカアフリカじゃないあのカリフォルニアだあの去年行きましてで でしょうね、こう海外、結構行ってるんですけど、まあ、大体仕事でしかこう行く機会がなくてですねでちゃんとこうあの旅というか自分のインプットだけのための旅みたいなのを、まあ、したことがないなと思ってであの2週間か3週間だったかなあの、まあ、カリフォルニアのぐるっと回るみたいなあの旅をしたんですけどで、まあ、写生というかその書き記しておきたかったんですよ、この時もね。 で書いてるところをまあ友達がパチッと取ってくれた感じですけどなんかこう孤独でねずっとこう静かに考えてるみたいなそういう後ろ姿ですよねああまあでもこの時実はあの後ろ側にギャラリーがめっちゃできててあのグランドキャリオンので観光客めっちゃいたんですよで僕が書いてたらもう後ろ側にすっごいギャラリーできちゃって<あ> <laughs> 大変だったんですけどでもまあ そうですね考えながら書くというよりは書きながら考えるみたいなタイプなのでなんか書いてるといろいろこう次の展覧会どうしようかなとかいろいろ考えながら書いてたと思うんですけどなんかセザンヌが写生してると後ろに人がこう見てるみたいなあま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 あそんな感じでしたねはい次お願いしますあ僕です、ねはい、あそれでここへ飛んじゃったんですけど、まあ、あのちょっとその辺お話聞きたいなと思ったんですけどすごく影響を受けた方が がこのロバートさんまあそうっすねあの美術の道に入るあのきっかけというかあの、うん、遅れたのが彼だったので、はいまあ、一番まあなん言んでしょうねこう美術まあ親父もそうなんですけどまあ第二のお父さん的なあの立ち位置というか、うん、なんかあのお宅にいらっしゃったんですかそういうわけじゃないのあいやあの本当にじあの自宅に泊まってあの親父のスタジオで一緒に作品制作してて。あ 何回も日本に来てたんですけど、はい。で、なんか娘さんと文通したりとかして <laughs>、あの、すごい可愛がってもらった思い出がありますけど、はい。で、まあ、その。ある面では影響を受けたというふうにお書きになってると思うんですけども。どういう意味で影響を受けたんですかね。そういうアーティストの生き方みたいなもんですか。<laughs> まあ、そうですね。あの、作品動向というよりは、あの、まあ、こういう。 あの人生もあるんだなっていうのを親父以外で初めて見た人だったので、うん、でまあキャラクターもすごい優しくてあったかくてみたいな人だったんですけどあのなのでまあちょっと大人の見本みたいな感じだったですかねその当時の僕からするとはいでもお父様もアーティストだったんですよね,そうそうですね お父さんからも影響を受けてますよね当然親父からはもう受けてると思いますねあのボブ帰った後とかもずっとスタジオで遊んではいたので、うん、だけどお父さんだと近すぎてにそんなに影響を受けなくて、はい、こういう、ま、外人のアーティストが家に来たっていうようなことで、うん、むしろもっっと影響を受けたっていう感じなんですかでもなんか「デッサン」とか書くと親父の書く「デッサン」とそっくりなんですよ僕のデッサン。 だからまあなんか多分血はあるなと思いながらやってるんですけどそうですねボブに関してはその作ってる姿も見てましたしあのそうですねそういう部分ではあのあまあさっきも言いましたけど芸術家ってくあるべきみたいなところであの素敵だなってかっこいいなって思った初めての人っていうかそういうい感じですかねでさっきの,あの画像をちょっと戻してもらえますか。なんんかあのボブさんの <laughs> なんかキリストみたいです、ね、あでもそうですねなんかそんな感じの,あの人ではあったですね見た,見た目はま,あまさにキリストみたいな感じだったんですけど、はい、実際本当に優しかったしあの僕がずっとこう何でしょう制作してるとこ見てても、うん、あの邪魔とか言わずにずっと横でこう遊ばせてくれてるような人で後にあのニューヨークに留学なさってますけどその絵に関してはボブさんの影響って相当あったんですかね ニューヨークに行こうっていうふうにそううふににそすねあのニューヨーヨクに行こうと思ったのは、まあ、でまさに本当にあの彼の,あのお墓参りに行きたかったのが一番でかい理由でして、うん、であもちろんその芸術的な意味での,この勉強っていうのもあったんですけどあの、まあ、母を訪ねて三千人的なあの人に会いに行こうっていう、まあ、彼の家族なんですけど、うん、まあそれが一番でかい目的ではあったっていう感ですね。うん、はい それはあのボブさんがお帰りになってからどのぐらい経ってから会いに行ったんですかえっと僕がだ結局行きたくて行きたくて仕方なかったんですけどただまあなんかその誰かの力を借りていくのが嫌でしてその自分でこう描いた絵ですねをこうで作ったお金で行かなきゃなと思ってたんですよ。で結局行けたのが25歳とかなんでだから、うん。 ボブが亡くなってから結局8を聞きたいんですけどねははい、はいで,で,できたお金っていうのはどういうふうにしてできたんですかお金はあいやあの, <laughs> <laughs> あのさっきも言ってくださいましたけどあのまああの <laughs> 現代技術、まあ、前澤さんですねあのがいろいろこう前澤さん、はい、あのコレクション入れてくださってあの、まあ、まとめてでかい作品どかっと買ってくださったんですよねで動画まあ制作にもこの金使わなきゃなと思ってたんですけどまずはちょっとこう何て言うかな 認めてもらたた感じがしたんですよねその時に、うん、でやっとこう挨拶に行っても恥ずかしくないなと思ったりとかしてでその金で、まあ、すぐアメリカに行ったっていう感じでしたね。それは前澤さんがやってた公募展かなんかに出したんですか公募展出したんですけどで賞も頂い,いたんですが何、あのー、だったかな奈和さんだったら財団の人だったか忘れましたけどがなんか僕の作品を前澤さんにこう見せてくださり。うん でなんか痛く気に入ってくださってあので、まあ、スタジオまで遊びに来てくださったみたいなのが、まあ、一番最初でしたけど、はい、それでやっと行けたのは25歳25だったと思いますね、はい、確かその時ボブ、はい、さんはもういな,いなかったです、あのもう亡くなってあの僕が17の時に亡くなってるんで、はいうん、なので足掛け8年ですか、はい、それでそのニューヨークに行こうっていう一つの大きなモチベーションがもう消えていたってことを言えるんですか いやほんで最初はそのボブに作家になって会いに行くみたいな約束もしてたのでなんかそこが一番でかいモチベーションだったんですけど、うん、でまあそういうものがこう失念しちゃったというかなんていうかこうなくなっちゃった時期もあったんですけどあのまあでもお墓参りはいけるなと思ったんですよね、うん、でまあこの姿は見せれないけどまあ僕がそのお墓参り行ったらこなんかちょっとたっ なんで、なんですかね、こう達成できなかったこのモヤモヤを、ある程度こう解消できるんじゃないかみたいな。その自分のためっていうのも、あの一個あったりとかしてはい、うんうん。あの、ニューヨークっていうのは、やっぱりみんなアーティスト行きたいじゃないですか。はい。な、え、ぜ、え、だかわかんないけど、なんで行こうとするでしょそう、その。 そういうニューヨークの魅力とかねそのニューヨークってやっぱりすごい活発にアーティストが制作してるし発表の場もあるし多分テレビ見る展覧会もたくさんあると思うんですよその辺の影響ってどんな感じだったんですかまあ影響受けたって言わなくていいんですけどどんな風に感じたのかなっていういま,あまあ世界広いなと思ったのと単純にあのあとまあ自分が求めてることが意外とその 学生の時考えてたそのニューヨークってすごいアーティストがいっぱいいてその一,一軍に入りたいみたいなことも考えるじゃないですか、うん、なんかちょっと違ったなってこととかは思ったりして、うん、なんかこうギラギラしてる場所に身を置くのが俺割と苦手なんだなっていうことを知ったりとかあと先輩作家のいろんな,あのなんですかスタジオというかアトリエというかいろいろ見てさせてもらったりとかしていろいろ話も聞きながらあのあこんな感じで。 みんなやってんだなとか思いながらあのニューヨーヨクは滞在ししてましたかね、はい、その後のねその政策に影響っというのは多少なりあったと思いますね、政策というよりかは、まあ、活動の仕方全体かもしれないですけど多少はあったと思いますね、そのっやっぱ印象はね、はい、なんかすごく自分のやりたいことをやってる人がたくさんいてはその幅がものすごく広くて。 これダメでしょって思うようなことでも自分で信じてやってるような人がたくさんいるようなつまりそのダイバーシティと言っていいかどうかはね多様なものすごく多様なまあ美術業界があるなっていう印象を持ったんですけどねあでもそうですねやっぱ大学に入ってある程度僕もなんかこう教育を受けているじゃないですか。<ー>かこう割と凝りたまってた頭 まああ部分があったんですよねで日本の業界にはまあ業界というかまあその外のとはこういうフォーマットでこうだみたいなのがあったんですけどそのまあより自由にというかそのより新しいものとか,なんかそういうことにこうトライしてる人たちがたくさんいてあのまあすごい激しい競争がやっぱニューヨークの中でもあるじゃないですか。でそこで勝ち残っていくためには何が必要なんだろうってことをまあ考えるきっかけになったのはまあニューヨークがやっぱ一番。 最初のきっかけだったかなと思いますけどいまあ、未だにそこに関してはやっぱ変化していくしアート界もルールもそうですけど、うん、だから自分も柔軟にこう考えなきゃいけないし、あのーまあ、それにフィットさせるのかもしくは反発させるのかどっちを選ぶかは僕、ま、ら、あ、ではあると思うんですけどただそれをこう思考するあの癖というかあのがついたのは,、まあ、あ,の旅はあの旅というか、まあ、あの滞在してた時期が、まあ、きっかけというかスタートだったかなと思いますけどね。はい はい。じゃ、次お願いします。これもボブさんですかね。はいはい、相当違いますね。色々 <laughs> 変わってますね。は <laughs> い、うん。この顔を崩すっていうか、そのちゃんと描かないっていうのか、なんて言ったらいいかわかんないけど、破壊してるようなね。はい、のはすごく多いんですけれども、それは何から来るんですかね？え、1番最初のきっかけは防火点でして。あの？ な何ヶ月かけて描いたかも覚えてないんですけどあの、まあ、だいぶ時間をかけて描いた作品があったんですよで卒業制作と並行して描いてたんですけどあの、まあ、防火剤の,の締め切りの3日か4日ぐらい前に消しちゃったんですよねハののまあ何ヶ月かかけて描いてきた大事な絵をで、まあ、狂気乱舞しちゃったんですけど、まあ、消す前はだめだと思って消したんですけどあの 締め切り3日後だしみたいな <laughs> であのこれどうすんのみたいななってであの今かみさん当時彼女だったんですけどその立たせてですね <laughs> 3日間徹夜して描いたんですよでその時にやっとなんかこうなんていうかなあのこう,もう、まあ、いわゆる写実的な絵じゃなくて、まあ、ちょっと、まあ、表現的な絵になったんです抽象表現的な絵になったんですけど あのまあ、なんとなくできたんですけど、まあ、その当時,その時はその絵見た時にまあもう作家生命終わったと思ってあの全然だめだと思ってでもそれを出したんです,よ、ね、まあ出すしかないかったので <laughs> の <laughs> 出したんですよで出したら酒、えー、井先生ですねあの世田谷美術館のとかが褒めてくださってで僕でも何がいいか分からなかったんですよ自分の絵がでそれが半年ぐらい寝かせてたのかな。で 乾ききってちょっと倉庫から一人線出したんですよねで見たらなんかすごいよく見えたんですよあれなんかこれいいんじゃないと思って <laughs> まあこれはちょっと研究の違いがあるぞとちょっとなり、まあ、そこからまあこんな感じに、まあ、だんだんこう変化していって今はこんな感じっていう感じですね、はい、うん変遷を言いますと、はい、さっき消すっておっしゃったんですが消すっていうよりはその上からこう塗りつぶしたって感じああもう完全にデリートですねそれは奥さんも驚きますよね びっくりしてましたね。で、僕も泣きながら書いてたらしくて、なんか<う> <laughs> で、あの3、本当に3日か4日徹夜したんですよ。で、もう終わった瞬間もうごめんなさい。汚い話しますけど、ゲロゲロに吐いてあのまあ、でもそれぐらいこう。深掘りはなんか？多分その3日間がすごい。こう。長かったというか。うん あの自分がどうしたいのかとか何しなきゃいけないのかってことをこう延々と考えさせられて、だれすごいこういろんなことを考えさせられますよね。えー、ねえ志さんですと思いませんだすて。そうそう置いてきぼりです。転換点だと思うんですけど、うん、その三日があったから今日の伊田さんがいるんだなっていうのが、もう何度かそういう変化のきっかけってあるっす。 だけどなかなかね3日間かけて作ったものを捨てられないわけじゃないですか普通の人はそれを全部壊して違うものにしたっていうところにねそのやっぱり何て言うのかなちょっと頭おかしいそこにこうジャンプするようなねまあひょっとするとゴッホがああいう絵描くようになったのもそういう形で突然ジャンプしたのかもしれないし何,何がダメだったか思い出せないんですけど何,何かに納得できなくて。 完璧主義っ言ったわけでもないんですけど、うん、ただ人に見せるものに対してこう自分が納得しない状態っていうのは許せなくてですねプロとかアマチュアとかそういう話はしたくないんですけどただ、なんかこの状態で出すのはあの最低だと思って結果決してまあ頑張って書いてよくなったので結果良かったんですけど <laughs> でもそ,のねそこでねよくなったっていう判断をすることが難しいんじゃないですか。<laughs> ただだここまでだって 傍観の,ーカーの時はもはここまでだっていう感じだったですなんかもういいか悪いかも分かんない状態だからあの本当にもうこう集荷されて絵が送られていくのを見ながらまた泣くみたいな<で> <laughs> うわーみたいな送られていってしまったみたいな感じ <laughs> で強制的にシャッターダウンされたんですよだからもうここまでじゃ描けませんで15分前っていうんですかねなんかこう集荷のトラックが来て 週刊トライクが来てであの取りきましたって言われてちょっとあと15分待ってくださいとか言いながら <laughs> 書いたんですけどねそうへえ <ー S 1> で強制的にシャットアウトされてすごい話ですねそこでこうなんかまあ諦めじゃないんですけどまあ諦めと言ってもいいかななんかこう何かが明らかになった感じはあったんですよね <うん S 1> 今思い返すんですけどねはいでもそれはね何物を作るっていうことはね物を壊すっていうことと裏腹になってるっていうはいええ とところがちょっとあるじゃないですか、はい、僕は昔からあのインドのシヴァっていう神様がねドゥルがあって破壊の神様と創造の神様が同じなんですよね。なんでそんなことが正反対のことがあり得るのかなと思ってたんだけどよく考えてみると物を作ることと壊すことは裏腹になっているというようなことを今の話聞いてすごく感じたんですけれどね。 こう計算してはいるんですけど、うん、それだけで書いてるわけでもないしなんかこう自分の手が及ぶところとか自分のイメージ判断が及ぶところまでで書いてるとその自分の今まで書いてきたものをれないなって思ってるところがあってなんかこう絵からこう導かれるような感じっていうかあの、まあ、それはずっと欲しててでそれの一個の術というか手段がまあ 壊すって言い方なのかなんどうまあいろんな言い方があると思うんですけど、まあ壊すっていうことが一個そうなのかなと僕のにとってはそうですね。ありあるかもしれないですね。うん。次お願いします。これもそうですよね。これもそうですね。あのこれも今日セラで今やってる美術館の展覧会のために書いたやつですけど、うん、あのこれ最初すごい写実的に書いてあって下はあのはい。えー、うん。 人はどなたなんですか、まあ、親しすごい親しかった友人で彼も亡くなっちゃったんですけどでもう今回は展覧会の,その、まあ、南條さんがこうテキストにね実はちょっとだけ帰ってくださったんですけどあの、まあ、彼がきっかけというか僕はその海外でしか仕事をしてなくて、うん、日本でもやんねえよみたいなことを言われて、まあ、そこの彼の発言からいろんなことが始まったんですけど、まあ、結局彼も亡くなってしまい。で そのまあ彼の魂とその約,、まあ、約束みたいなことですかねあの男同士のどうやったら果たせるかなと思って、まあ、書いて出すしかねえなと思ってあのでまあ書いた感じの,一です、ね、あの今回の本の中に書きましたけども、えー、とアーティストになろうと思った一つのきっかけが京都でプラマンクを見たことだっていうふうにおっしゃっててああ、はい、でそのことと今回の展覧会とはつながってるようなつながってないような感じがあってそしてその ご友人の方はそこの今回の展覧会の構想ぐらいまでは一緒にお話をなさってたあ構想というか彼が亡くなる前に最後に会った日に話したのがその京都の話でして、うん、でまあやっぱ忘れられないじゃないですかそういうあの友人との約束、まあ、ごく親しい友人との約束っていうので、うん、まあボブもそうなんですけど、まあ、なあ呪縛みたいになっててですね、うん、なんかこう。 頑張んなきゃ頑張んなきゃみたいなこうすごい苦しいみたいなあの時期もありただまあどうやればこう抜けれるかなと思った時にまあもう書くしかないなと思って漫画なんでねでまあそれで書いた感じですけどねはいでまあ「ブラマンク」のこのに関して言うと本当にもうまあ本当に僕が画家になるきっかけってそこにしかなくてって感じで。 あのだからまあ激しく影響を受けている、まあ、ブラマンクのことを調べてもらえば分かると思うんですけどあの作風から激しく影響を受けているしあの,、うん、あの1日がなんか効果不効果か僕の人生は消えてしまったみたいなところあって <laughs> はい、ちょっとメモしたんですけどねあの他の、えー、ど,どっかのテキストで自分の体験の記憶を結晶させたいと。 そのために人間というモチーフが必要だったっていうふうに書いてるんですよねだから人間肖像画をたくさん描いてるけれどもそれはなんか自分の体験を結晶させるためだっていう認識が結構あるんでしょうかねまあそうですね体験と記憶とそうですねあの、うん、忘れたくないことも忘れてっちゃうじゃないですか、うん、でやっぱ絵に描いておくとそういうこともこうあのまあシンプルに思い出せるし、うん あのまあ、消えていってしまうんで記憶っていうのはどうしてもただまあそれが具現化されてる形になっているとそれでも期限はあるんでしょうけど、ね、いつかはものなんで朽ちていくじゃないですかただね、はい、知ってる人を書くのはすご分かるんですよだけど知らない人もずいぶん書いてますよね、はい、アンディ・ウォーホルとか、はいはい、バスキアとか、はいはい、な何でしたっけそれからあと、はいえー、エリザベス女王とかあ、まあはい、天皇陛下とか。<laughs> はい、すごく幅が広いこれはどういうインスピレーションのもとなんですかあもうあ出た出た千差万別ですけど、あのーまあ、まあまあまあざっくりまとめるとこう影響をくれた人っていう感じで、うん、ただまあ思い出もあれはあるというか例えば、うん、まあエルビスとかだとあのスペインに行った時に、あのーまあ、そう,いうことピカソ・ビ術ーカの話をしてた時にねあのずっとその。 あのマルベエリアかな、すごい下の方の隅に行ったんですけど、のの友人の家であのくっちゃぴながら酒飲んでる時に、ずっと彼がエルビス大好きで、ずっと聞いてたんですよね、エルヴスと、のの泊まってる3日ぐらい、そこからエルビスで僕もハマり、いろんなこと調べだして。 で描きたくなったから書いたみたいなこととかはいそれじゃね私最初の頃飯の田さんを知ってる時にすごく豚を描いてたんですよ、はい、<laughs> 豚は何で出てるんですか影響を受けたんですかいや豚はあのうちがもともと養豚をやってましてですねあのじいちゃんが<あ>、はい、そうなんですでおやの,のスタジオがその豚小屋を改装してなんか作り替えてる場所だったんです、ねうん、でそれでまあ思い入れがあったというかであとまあニューヨークに行った時に まあ友達も最初にいないでしょうだからすごいもう寂しくて寂しくてまとにかく絵描くしかなかったんですけどあのまあこの絵じゃないんですけどまあ1枚なんか豚をなぜか描いたんですよそのことをちょっとふっと思い出してでそしたらそのものすごいいいのを描けましてですねいろいろこう後で考えたらこうまあ僕の中でそのテーマってこの消費とかそういうことがまあ豚ってそういう存在だなって思ったりとかねして。 ある種自画像っぽいなぁと思ったりとかなんかいろいろつながってはいったんですけど、うん、でなんか20代の半ばすごい周念文学豚ばっかり描いてた最初の頃はちょっとそれで知られてましたよね <laughs> はい豚書いてましただけどその後でねこれしつこいようで申し訳ないけどバックも描いてますよねあバックも描きましたねバクはねその夢とか描きたいなって思ったんですけど、うん 何から始めたらいいんだろうって夢に機械れてつけてるわけでもないしあのー、そうですねでまあ,あのたまたま調べ豚調べてた時にいろいろとあのバックの画像が出てきましてですね、うん、でそこでリンクしてこう結構、まあ、ノリで描いちゃう時もあるんですよねこう描きたいものばっとでまあバックはそこから出てきた感じで <laughs> でまあ、四足こさんっていうのはこうさっき見てるとね つなぎ方によってあこの人は動物を描く人かなとかね、はい、これは肖像画家かなとかね、はい、なんかいろんなこうラインが錯綜して見えますよね、はいはいで。逆に言うとすごく多様だってことですよね、うん、描,き方描いてるものが。次お願いしします限定したくなそれであのそういう中でこれピカソ美術館、まあ、ピカソ生誕美術館というんですか。 はいええ、そこから依頼が来て、はい、展覧会をやりになると、はい、個展をやると、はい、これは大きい仕事ですよね。まあこれ裏話を言っちゃうううととも,うもういいと思ういい思よね <laughs> あの最初ねあのピカソのとこでやれって言われてで僕、まあ、影響を受けてるんであのこれでいいでしょうってこう作品リストを作ってですね、うん、であの提示したんですけどあのピカソの場所だからそのピカソに あの乗っ取った作品を作ってくれと、トリビュートしてくれというまあ依頼が来て、マジってなって、展覧会の会期まで4ヶ月か5か月しかなかったんですけど、そこからもう、だからもう、間に合わないってなって、猛勉強をし、それでやっとこそ作り上げたような展覧会でしたね、だからまあ今までの展覧会の中で、体力的には一番大変だった展覧会ですね。<laughs> ものすごい、本当に睡眠時間2時間ぐらいだったんです、この3ヶ月くらいは、は。い でそのまあ、ピカソを研究なさったと思うんですけれどもその時にピカソの何を研究し何に影響を受け何を<っ>でも真似するわけにはいかないでしょ単純にその辺のさじ加減ってどういうふうに考えたんですか まあ知ってはいたんですけど、まあ、再考してみてですねでどういうことを知ってたのかなということを僕なりに解釈して出そうと、まあ、思いましてでまあなんかやってることって言わ,言われてまあジャポニズムもそうですけどな文化の輸出にみたいなことをやってるなっていうことを思いましてあとまあフュージョンかなでも掛け合わせ掛け合わせでこう自分のイ業作っていくみたいなことにまあそこで気づかされてでまあ僕なりにこうその、まあ、ピカソのトリビュートっていう前提条件があったので、まあ、そこに僕なりの方法を当てはめていった時に いろいろとまあ僕っぽい作品というか僕っぽい,というか僕の作品というかピカソの肖像画だけじゃなくてまあ例えばアフリカ彫刻の時代のピカソの,あの作っていた作品をオマージュした作品だったりとかまあそういうものもできてきたという感じでしたお願いしますますこれがまさにそうそうアフリカ彫刻の影響をピカソは相当受けたわけですけどもで。ああとキュビズムの話もあって まあピカソといえばって感じですけどだからまあそういうちょっとまあ概念ですけどそれはもはやなんかそれもまあいろいろこうミクストというかねあの入れ込んではいるみたいな感じですかねはい、うんはい、次お願いしますこれ,これもいいですねこれはま単純にもう,もう憧れの人を描きましたって感じでしたけど絵の中の絵の方が 非常に逆に言うと単純化されていてカラフルで脇のピカソがこの写実的な描き方で描いてあるこの大変もうん、まさかのマックス・エルンスとかまあ画中画的なこととかってまあみんなやってますけど、まあ、ちょうどそういう感じの,、まあその元ネタの画像があったんですけどね。でまあ うん、それで、まあまあ、ピカソをトリビュートしろと言われても言わ,、まあ、言われてもまあピカソだけを使って書くわけにいかないし僕がやってきたこととかっていうことをまあふんだんに取り入れたいなと思ってで画中ウガテことは結構僕やってきたんですよ実は。で、まあ、そういうところを入れ込んだりとかはした作品ですね。はいうん、あの井田ささんんんがが、ね、ピピカカソソのの話を引用してるんですけどピカソのお母さんが あ、はい、ほら、お前が、なんだっけ、お前が軍人になれば将軍になるでしょう。はい、修道士になれば法王となるでしょう。はい、で、そして、私は画家となり、ピカソになったっ。はい。はい。すみません。それを文字って、井田さんは。画家となり、井田氏、まあ、あ、行正になるって。断言してんですよ <laughs>。恥ずかしいですね。なんか。<laughs> この自負はすごい。<laughs> いや、なんか、文章に書いたこと、言葉にのさようで、ものすごく恥ずかしいですね。<laughs> <laughs> すみません、んいやいやさい。<laughs> まあでもなんかその断言しきれっちゃわないと僕もちょっと覚悟決まらないわと思ってこの前、ちょうどそうあの米子市の美術館での展覧会が終わった後にあのに恩師から手紙をいただきましてで恩師もでも同じことを書いてくださってですねあのピカソが好きとかピカソに影響されたじゃなくてあのピカソそのものになってくれっていうことを書いてくださいまして手紙で,で。まあ そそれはそうだなと思ったりはしましたねそのピカソになるってどういうことかなっていうことはまあ僕の心の中にもあるんですけど、まあ、それぐらい大きな存在になりたいなと思っていてまあでもやっぱそのまあパフォーマンスってわけじゃなくても本当鮮明文ですみたいなことですけど、まあ、僕自身がどうなりたいかっていうことをやっぱこうある程度こう言葉にしていっちゃうとまあ僕自身そこに対して責任を持たなきゃいけなくなってくるし、まあ、自分の逃げ道をこう自分で塞ぐみたいな意味合いが強かったですけど。はい まあその研究してみてピカソってどんな画家だっていうふうにいやでも人間だなと思いましたなんかすごい大巨匠だし大天才だともちろん思ったんですけどあ<ー>あのなんかこう作品見てると悩んでることだったりとかあの動画とか見てるとやっぱこうもっと近づく描いてみようかみたいなこう自信満々のところしか映ってないからあのまあ何ていうんですかね あのそういううい人ななんだろうな、まあ、そのパンクロッカーっていうか,、うん、なんかそういう人なのかなと思ってたんですけど、まあ、その絵を見てるとあのやっぱすごい、あのー、多分、ね、繊細であのいろんなこと考えながら自分の才能を疑って生きてたんだなみたいなことを思ってそれでどんどんこう変革していくじゃないですかスタイルをその辺についてはどう考えますだから多分素直な人だったんだろうなというか。あ,<ー>あのー やりたいことに対して従順であろうとしているというか自分の欲望に対して忠実だろうという,か,うんなんかそういう人だったんだろうなと思いましたけどまあでも画家としてあるべき姿なんではないかなと思ったりはしましたねはい,はい次お願いしますあはいこれはこれはラスミーニス・ベィスケスです,スですねでピカソがこれもあのバルセロナのピカソ美術館かな行った時にあのラスミーニスの オマージュを100点ぐらいかな、修作も含めて、うん、あの書いてて、それを見て、ものすごく感動したというか、インスパイアされて、帰ってきて、今、さっきも言いましたけど、娘にちょっと赤いドレス着てて、それから描いた。ベラ,ベラスケスのラスメニーナスっていう絵の中に出てくる王女の映像ですね。最後の王女のマルガリータ それだけじゃなくていろろいい書てるってことですよねいっぱい書いてましたね、はい、もうあの変形させて抽象化させてみたいなこともいっぱいやってましたしそこからインスピレーションを得て今度井田さんが書いたとはいはいうんだから結構その西洋のね特にそのどっちかっていうとすごい巨大な大作を引用するっていうことをやってますよね、はい、ここ最近多いですねはいはい どう、どういう発想からそうなってったのかな。いや、まあ、最終的に、その、まあ、ピカソがやったことって何かなっていうのを、こう考えていくと、うん、あの、まあ、その晩年の作品のこととか考えてましてね。うん、で、あの、まあ、評価分かれるじゃないですか。まあ、ぐっちゃぐちゃだし、あの、まあ、形なしの絵もあるし。 あのでなんかわかるわかるていうかまあ評価する人はするけどしない人はしない、まあ、すごいこうピカソの中では二分するような文があってでもまあそれはそうだなと思ったりはしまして僕今日本語しゃべっていますけど例えばですけどピカソって多分絵画言語の中でピカソっていう言語を作ったと思うんですよで最終的にそうなれたと思うんですよねでその,あの、まあ、それってすごい偉大な行為だと思うんですけどそ,の、まあ、そこに行き着くのは童貞の中でその、まあ、彼も彼でこう絵画的文法っていうか そういういいいものろろ勉強していたはずなんですよそれってずっとまあキャリアの中に残っていっているし、まあ、それこそさっきのラスミニアスのその引用もそうですしあの、まあ、だから僕も僕なりにそういうことをしてあの海外的文法をもっとより深く知っていくっていうこととあの、まあ、最終形態僕の最終形態としてユダリコさという概念が僕の海外になればいいなっていうところででまあ高田が33歳なのでねその 分かんないこと、多いですよやっぱり絵画を作っていて、でそこに関して、別に正直に分かんないって感じでいいかなと思ってて、ただ、もっと勉強していかなきゃいけないし、あのまあ化けるためにはいろいろあの知る必要があるなと思ってる感じですね。はい、そうですかかかんなないいところがある分からない分かったふりしてると、勉強しないから。<laughs> <laughs> 分かんないわでいいやと思ってこれ<や> <laughs> だけ絵画で成功してる人が分かんないっていうんですね <laughs> いやまあでも分かっちゃったらそれこそだかピカソが晩年に行き過いた世界が分かっちゃったら僕多分来年ぐらい死ななきゃいけなくなっちゃうんで <laughs> <laughs> まだまだだなとは思ってます、はい、ピカソが「ビニオの娘」描いたのは20代後半ですかあ,あはいはいええでもやっぱあれも結局いろんなものの引用の中で生まれてきたもので死後彼が 評価が定まっっったたに名作があったってて言われてるわれるけじゃないですかやっぱその歴史的背景と文化とそのタイミングを全部見ていくと別に僕が今やってる行為っていうのも別にピカソやってることは大切ないですよあの、うん。その辺は思いますかね。で結構,結構こう短視眼的にこう見るとねいろんなことを引用してこうだーだっていうのがこういろんなこと言われますけどだそうじゃなくてこう長いストーリーの中で。 うういうものをこ,うこの先、作っていくためには今、前段としてこういうものをやらなきゃいけない、こういうことやらなきゃいけないっていう、そういう作業もまあ必要かなと僕は思ってて、そのためにいろいろやってる感じは、あ,ある側面としてはあると思います。もちろん自分の表現としては、やってるつもりではいますし、自分の作っているものに対してこう責任を持っているし、自信ももちろんあるんですけど、ただ、そういう側面もあるかなとは思いますね。次お願いしますお ね、これが対策ですよね。はい、これは本物を見てるとこですかね。あ,あ、そうですね。<laughs> クールベル対策。いいはいはい、そうですね,ね。画家のアトリエですね。を見ている伊達、ねはい、さんの後ろ姿っていう<れ> <laughs> 珍しい写真です、ね。<laughs> これ誰が撮ったんですか。これ誰撮ったんだろう。<laughs> マネージャーかな。奥さんかな。忘れちゃいましたね。はい。で、次お願いします。 はいはい、これが今の元の作品からインスピレーションを得て作っている作品と <laughs> 完成したんですかこれは、はい、完成あしたんですけどちょっと壊れちゃって直さなきゃいけないんですけどあの、はい、以上完成はしましたねあのオリジナルより大きいんじゃないですかこれはい、えー、っとオリジナルの2倍ぐらいありますねすごいですよねちょうどこれやってる最中書いてる最中に私ねスタジオにあ、えー、あの伺ったんですけども すごい大きさですよ。横何メートルぐらいでしたっけ横が十メートルで、えー、縦が三点五メーターかですね。はい。これ少し説明してください。<laughs> これはあのなんか、まあ、あるサル方の、まあ、あのコミッションの話でいただきましてですね。であのまあ十メーターの作品を描けっていうことをまあ言われてで。 好きにやっていいんですか?」って言ってあので本当に好きにやった感じで <laughs> でもクルーエはそのフィガスと同様ですけどその生き方しかり作品しかりいろいろ好きな作家ではありましてですねでまあ1 0ルのものを描くってなった時にこう情報量としてあのどういったものをこう詰め込めるんだろうかっていうなんか自分の限界値をこうちょっと知りたかったんですよ。うん で題材として、まあ、ずっと頭の中にはあったんですけど、まあ、カモイ・レイも多分クールベーから影響されてあの自画像を描いてると思うんですけどあの、まあ、そういう自画像を、ね、描きたいなと思って、まあ、自画像といえど例えばその補足していく、まあ、自分自身がどういうもので形成されているかっていうことを補足していくこととか、まあ、そういうことをいろいろこう。 やってる感じで、まあ10メーターあるんで、こう端から端まで説明したととっても長いことなっちゃうんであれですけど、そんな感じ。ちょっと驚くんですけど、10メーターの作品発注する人がいるってことですか。はい。日本人ですかそれ。あいやまあ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 。まあまあ皆さん知ってご存知ですか。あんま人いるんですね。あのね、これ配信されてるでしょ。ちょっと個人名を捨てましょう。まああんまり深くは聞きませんけど。はい。 素晴らしいですよねこの,このレベルの作品を発注でできるっていうのはねまあそうですねやっぱ成長させていただき,きましたねこのタイミングを頂い,いてこれ絶対マスターピースの一つになるでしょきっとなると思いますね、はい、歴史に残りますよね多分はい、はいえー ただまあこれ実は、ね、SNS 上いっぱい上がってるんでわりとみんな知ってるんですけど、うん、発表を一回もしたことがないんで <laughs> <laughs> どっかでしなきゃいけないんですけど、はい、そのうち本物が見たいっていう声も高まるんじゃないですかいつかどこかでできればいいんですけどね。はい、<laughs> 日本にあるんですか、ね、あスタジオにありますよ。あ<ー>はい、ずっとなんかもうご神体みたいな感じでずっと <laughs> あのスタジオの壁を埋めてますねち鎮座してますね。はいうん すすごい大きさですよね、うん、で中にやっぱり画家がいてモデルがいてまあそうですはいあのこれもだからだいぶクールベの下調べをしましてですねあとまあクールベの画家の,のアトレ自体の,あのストーリーもだいぶ調べてでまあそれに、まあ、ある程度構成自体はそれにのっとってあとはまあ自分自身の,あのエッセンスを構成していった入れていったっていう感じですね。うん、クールベのその元の絵も相当 その当時の美術業界というかね美術っていうものに対する批判が込められてたんだろうと思うんですよ、はいはい、でその辺を汲み取りながら多分作られてんだろうなと思ってるんですけど、はい、なんか一言 <laughs> ちょっと戻せますすみません <laughs> 見ながら言うてこれもう4年前ですからねいやなんか批判、まあでもどうだろうなこの時考えてたことはそれこそ あのブラックアーティストとかがこう台頭し始めたりとかいろんなことが起きていて、うん、であの日本人として僕が、まあ、西洋絵画っていうものを学んできたんであのその上でこうどういうことができるのかっていうことを書いてるのとあとはまあクールの場合確かに批判的要素が多かったと思うんですけど、うん、僕の場合はこう結構その美術史に対する肯定みたいな部分が多くてこの辺に関してはだからまあすごいディティール見ていくと見えるかなまあまあい,いやあの。うん え、ああ、そっか、はい、どこだ、どこだろう、あこの辺とか、なんかいろいろ、その昔の、あの、どこだ、難しいな、<laughs> あの、どこだったっけな、いろいろあるんですけど、あこの辺とかね、えっと、こうだ、あのいろいろ、こう、まあ、すごいもう歴史的な何か、その、残ってきたあのもの。 とか、そういうものも全部こう。とにかく入れて大きくなりました。大きかった。ありがとうございます。<laughs> 画像でバレですけどね。あのまあそんな感じでこう。僕が学んできた。その美術史と、そして人類が残してきた美。美術史というか。まあ、そういう人類的な遺産あのそれとのこう。接続詞っていうかな。それをまあ、作りたかったっていう感じで書いた作品ですね。うん、これに関しては？はい まあすごくディテールにいろんなものがこう入っていて窓だとか何ですかねイーゼルがあって作家がいて作家っていうかアーティストがいてでも黒人の色んなものが入ってますしクールベの絵だと左側と右側とね立ってる人の,せあの区分けが違うじゃないですか。こっちがあの これはポジティブな人たちとネガティブっていうかまあ彼が批判的な人たちと彼の支援者たちとっていうのを分けて書いたりしてるはい、はい、社会格差ということですよねで僕の場合はなんかその貧富とかそういうことにあんまりこうフォーカスしてたわけじゃないので,で、まあ、どっちらかというとこう生と死っていうか、うん、あのそのイメージをこう画面の左側と右側で分けて作って、うん、ただこれちょっとまあ あのイメージとししてこう絵巻物みたたたいにしたかったんですよね、うん、だからこ,うこっちの最後はその死んでく少年兵たち書いてあるしこっちってごめんなさい右側向かって右側ですね、うん、で左側の手前左の一番あの端っこにはあのドクロ書いてあるしみたいな感じで、うん、かこう生徒たちのサイクルみたいなことをあの書きたかった感じですはい次お願いします。 で次にこれは京都に出てる作品ですねはいはいダ・ヴィンチこれ立ってる人が全部女性女性まあはい<う>一応女性らしいものですで着てるものはなんか全然そのミスマッチな時代のファッションですよねまあファッションそうですねこの着てるものは18世紀か19世紀ぐらいですか、うん この辺に関してもファッションに関しても最近ちょっと思ってるのがこう結構リバイバルっていうかいろんなことがこう何て言うかなあの戻ってきてる感はあってあのすごい100年ぐらい前の服みたいなのがシルエットとしてはやってたりとか,なんかまあそういうこともちょっと思いながらあのまあちょっとこう書いた感じはありましたかね。モチーフーとしてこの子たち選んだのはちょっとその辺が理由だったりするんですけど描く前に決めてたことはまあ人を描かないっていうことでこの辺に関しては。 あのーまあ、これも実はコミッションで書いた絵なんですけど実は美術館でこうトークとかやって何十回も語ったんですけど、まあ、現代をこうちょっとアイロニカルに表そうと思った時にこうまあ最後のマーサ才みたいなこう、まあ、モチーフを使って描こうと思った時に、ね、こうまあその AI だったりとかそういうまあタブレットっていうかなそういう、ま。あ 現実世界ではないあのもう一個の世界っていうかなメタ的世界っていうか、まあ、そういうことをまあ書きたいなと思って書いた作品ですねはい、うんはい、これをあの京都のね一番最後の方の一つのメイン作品としてだ、うん、出されてるじゃないですか展覧会のストーリー的にはどういうふうに考えてあれを一番最後に持ってきたんですかね ああそういういことでも、あのー、一番最初にこの作品をこう最後に持ってこいって言ったのはジェローム・サンスでして多分、まあ、ラスト・サッパーで多分かけてた部分もあったかもしれないですけど <laughs>、あのーまあ、その僕の書のいたテイストはすごい硬質な感じであえて書いたんですよでそのスタジオに実はある作ってる新作があるんですけど作っているその作品というのはまあ声とテーマがすごい似てる作品を作ってまして。 で多分彼がその、まあ、見たその新作と実力でつながっている作品っていうのを、まあ、次の僕の展覧会の時に多に出すと思うんですよね、うん、そういうストーリーを作るために多分最後の部屋であのここで今回は終わりだけど次があるよみたいなことを多分提示したくて多分最後の部屋にこの作品を置いたんだと思うんですけど、はいうん、あの京都の展覧会っいうのはジェローム・サウスっていうフランス人のキュレーターがキュレーションしてるんです。けど、はい それはどういうふうにジェラモンさんですか、えっすと招待キュレーターを入れたいって僕はわがままを言い始めましてですね <laughs> あの招待キュレーターを呼びたいという話を僕はし始めて、えー、であのギャラリーに相談したんですよあの所得しているであのその時にまあマリアン・イベラヒムというギャーリーなんですけど彼女はフランス人なんで,でフランスで仲のいいあのキュレータージェラムいるよって言って今、あのでまあ、1回会ったら意気投合してですね 結構まあジェロームもロックなおじ,おじさまであの喋っててすごく楽しかったんですよねで<笑><笑>まあそんなこんなでいろいろありながらあの彼が勤めてくれることになりっていう感じですね最初のきっかけとしてはいやだから私も驚いたんですよねジェロームって1998年ぐらいから知ってるんですよ <laughs> それで私が台北ビエンナーレやって 1>,、はい、1回目やって2回目のディレクター誰にしようかって話になった時にジェロームに振ったんですよね あ,あそうだったんですね <laughs> たまたまそうジェロームと最初の京都のミーティングをしたときにあの南條さんとそのホテルのバーかどうかっかでお会いして <laughs> であの話が盛り上がりでおとって <laughs> <えー S 2> ああそうですかじゃあ彼もスタジオに来ましたかあ,あ来ました来ましたはいああで実際作品を見に行きあのこれももう違う方が持ってらっしゃるんですけどね <えー S 1> あの まあ、こ,これが本当に最後がいいよっていう話にその現場で、まあ、なりましてじゃ結構並び方やなんか彼が意見があったんですねあだいぶありましたはい途中僕が口出してたら「うん、ちょっと黙れ」って言われて、うん、<laughs> あそうだいぶ強行突破された感じでしたけどはい次お願いしますでこれも京都ですよねはい、ええ すすごい展示の仕方ですよねこれまあこれもだいぶジェロームの意見が入ってたような気がするなジェロームがこういうやり方してみようって言ったんですか、うん、そうですね実現できなかった部分もあったんですけどあのまあなんか極大と玉章みたいなことをこ<れ>あの絵画で言ってみないかっていうこととまあ僕が描いてる絵っていうのがそのまあ具象絵画だったとしてもこう、うん まあこのなんていうかな曲書の,の世界に入ってしまえばまあ抽象でしょっていだってそういうことが言いたいんでしょっていうことをまあ言い始めてまあそうっすねみたいな感じででじゃあこの部はこうそういう風なあの構成にしようよっていう話になってでまあこういうあのデザインというかこれね見てる皆さん多分分かんないと思うんですよ。あのこれは壁,壁紙が 絵の壁紙をの巨大なのを作ってそれを壁に貼ってあるんですよねでその上にその元となった絵が描けてあるんでしょこれ、はい、なんで履いた瞬間絵が見えないみたいなだから壁紙と絵,絵がね両方ともここにあるわけですよ、うん、でよく見ると絵の部分っていうのは四角く切り取られて少し浮いて見えると思うんですよねだけどその後ろ側は壁紙だってことなんです、うん 全然もうめまいがしますよこれ入ったら <laughs> <laughs> まあ視覚体験として新しいものをこうどっかで提示していかなきゃいけないので、うん、なんかまあ日本でなかなかこういうあのまあ特に画家でねやってる展示っていうのも見たことなかったのでまあこれはトライしようっていう話になってまあそれでトライした感じですけど、うんはい、まあねいとしては結局いろ,いろいろ成功したなと思ってるんですけど。 これね昔の価値観で言ったら美術館はこんなことしちゃいけないって話なんですよあのね <laughs> 一個ずつの作品がきちんと見えなければいけないよく見えなければいけないそのためには部屋の壁は白くなきゃいけない、はい、白くてきちっとしたホワイトキューブっていう空間の中で1点ずつをちゃんと見せろっていうのが昔の美,、まあ、美術業界あるいは美術館業界の考え方なんですよだからこんなことは普通の考えられない。 普通のキュレーターやらない、まあ、ジェロームはねやっぱり飛んでるからね <laughs> まあその辺が気があったかもしれないですねでねあとこれ本当はなんかこれこそここもいろいろ AI の技術使って最近あの流行りのなんかこうなんか携帯とかで見るとこうなんか長女が飛んでたりするやつあるじゃないですか、うん、なんかああいうのも入れようかって言ってたんですけどなんかちょっとそれは実現できなかったんですけどねだけど今の一つのトレンドとして見るとねあのイマーシブシアター イマーシブアートっていうのは言葉があるんですよね没入型って訳されてるんですけど観客が中に入っていくような作品つまり巨大な空間になっていてそこに観客が入るっていうようなアート作品が増えてきてるわけですそうすると絵画でそれをやろうと思うとこういうことになるんじゃないかっていう気もするんですよねまあそうですね、うん、一個の例としては面白いものは作れたんじゃないかなと思ってるしあのやっぱ部屋入った瞬間にこう。 焦点がどこにも合わなくなるっていうか、うん、あの絵の存在値が消えてるんでその、まあ、視覚体験としては新しいものがあるんじゃないかなとは。絵の世界に本当に没入して入るみたいなことなんですけどそれの実験としてはまあだいぶ面白いことができたのかなとは思ってますけど、うん、私の印象としてはやっぱりその展示でも実験してるなと思ったんですよね。まあはいあの永遠に それの繰り返しかなとは思ってたりはしてあのもちろんなんか反省すべきところもいっぱいあるんですけど今回の展覧会に関してもその永遠にこうまあ実験もしながらあのまあ多少の反省点をこうちゃんと見つめながら反省点聞きたいですね <laughs> いろいろですけど今展覧会終わったらね言えるんですけど <laughs> <今 S 1> <laughs> はいじゃあ次お願いします <laughs> いすいません <laughs> はいこれは彫刻の部屋ですよね 彫刻のことはあまり今まで話してこなかったんですけど彫刻もピカソとの親近性を語ると同時にもう一つあのドイツ表現主義のね、まあ、表現主義って言っていいかノイエビルターって呼ばれていた1980年ぐらいから非常に盛んになったドイツの一つのまあ運動があって絵画中心だったんですがその中の人たちで、まあ、彫刻作る人も出てきてそれなんかにもちょっと似ている。 っていうね、うん、まあ大きな特徴っていうのは非常にわしづかみでこうものの形をつかんでそして荒削りにそれを掘り出しているようなところがあるだからなんて言うんでしたっけあの「なたぼり」って言ってあのええと誰だっけ空海じゃなくて円空ですか円空なんかのああいうものとちょっとつながっても見えると、うん。 いうところが面白いいんんじゃないかと思うんですよねこれに関してはなんかまあ本当に絵画と立体の境界みたいな感じで自分の中では考えててそれこそまあバズリッツとかすごいまあこの作品もちろんまあ見たら分かると思うんですけどまあ影響されてる部分もあったりとかするんですけどあのうんあのまあ何かこう塗布するっていう作業っていうかまあ塗るっていうこととまあ彫るっていうことまあだから彫刻と 3D と 2D のこう境界ってどこなんだろうみたいなことをこう考えながら作ってるような。 作品たちで,す、ねうん、でまあこのちょっとプリミティブな感じになっていっていうのは、まあ、そうことピカソ・ビュスさんからのこうずっとあのピカソ・ビュスさんで、まああの出したシリーズはあるんですけど、うん、あのそこからも実続きでこうずっとつあの進んできてるシリーズなんで、うん、あのそういう感じですかね。はい、これは自分の手でこう相当大きな 刃物でこう削るんですかね。あ、チェン、チェンソーでも、あの、チェンソー。バコバコあの。はい、やってます、ね。危ないな。<laughs> まあ、でもな、まあ、ね、今まだ体力あるんで、その、今のうちしかできねえなと思って、あの。<laughs> 今のうちにいっぱい作っていこうと思ってますけど、ね。はで、一方で、このスライドに入ってたかどうか、次、お願いします。あ、ないな。あの、ブロンズもありますよね、彫刻に。あ、はい、はい。はい、ブロンズはブロンズで、ちょっとまた違う傾向。 の荒々しさあります、ね、まあ粘土の方がでもあのー、やっぱ油の具に近いので、うん、この造作する時のまあ感覚はすごい近いものはあってだからまあ自由度で言うとまあ粘土の方がまあ自由度は高いかなっていう感じはあ、ねうん、あれやっぱり粘土みたいなものを手でこねるんですかねあはいはいもちろん、はい、手で練ったりもいろいろ投げたりしてます <laughs> その絵画と彫刻の関係ってど、どんな感じなんですか、まあ、要するに、ここがないっていうか、あの絵画に関しては、ただの、まあ、絵画的イリュージョンっていう言葉が僕的なんですけど、ただ、視覚的にこう空間があるように見せるのが絵画であって、うんであの、ある空間においてそれを阻径してこう、空間を作っていくのが、あの空間自体そのものをこう実存させるのが彫刻、まあ、じゃないですか。 でまあ、ただ、そうやって絵画にも言えることで、まあ、絵画だけじゃないですけど、まあ、例えばこう紙に一本あの鉛筆線引いたらミクロの粒子がついて、うん、それって立体なんじゃねえのっていうことだったりとかあのまあそこの境界ってどこにあるのってまあ永遠の謎だと思うんですけど、うん、まあそこにずっとまあ僕内のその距離感っていうかね、その作っていく時距離感をまあ探っているような感じは感覚でやってますかね。答えななってたかな <laughs> そうですねそのこの京都の展覧会ある意味ではこれだけたくさんね今までの作品を見せたってことはなかったんじゃないかと思うんですけど、はい、集大成に近いんじゃないかなと思うんですけどそのタイトルが「パンタレイ」という言葉になってますね、はい、でこれがやっぱり、まあ、説明していただいた方がいいかなと思うんですけどあのまあ万物流展っという意味であのまあ何度も 思いついたきっかけが「あの人は同じ会に入ることはできない」っていう、まあ、ヘラクレイテスの言葉を、ね、こう思い出してそこからちょっといろいろ調べて引用させてもらったんですけど僕のテーマの「一期一会」っていうのとまあまあ集大成というかね、あのーまあ、今までの僕の全部見てっていう感じの展覧会なので。うん まあ原点限りじゃないですけども自分のそのテーマに即したタイトルをつけたいなと思ってまあつけたタイトルですけどはい、うん、あのピカソ美術館でやった時も一期一会ではないんですか<ん>一期一会っていうのは何度かで使ってるんですか,ですか一期一会は北京かな、うん、北京の時ですかねあのはいあそうですかはいあええ動物ったっ なんかたらこ,うこ,うこれ人生これ一度っていう感じがすごく強くあるんですかね。でまあこれからいろいろ海外に写真作ったりもするんですけどこれから海外でも,もっとやっていきたい部分もあったりとかしてで一旦その自分の中でリセットとは言いませんけどその今までの自分がやってきたことを自分自身でもまあ自己回収したいっていうところがあったりとかしましてでこんだけのでまあそれでいろいろ作品を集めていったら。 この点数になっちゃいましたっていう感じなんですけど最後のこれをこれが「エンド day,、はい・オブ・デイ・トゥ・デイ」っていうシリーズですね、はい、まあこれこそ本当にちょっと小さいペインティングで一日の最後に描くという日記のような意味合いを持ってるのかなと思うんですけどどうなんですか本当ににもうこれに関しては 完全にエニキー <laughs> なので <laughs> いつ頃から始めたんですか。<laughs> これも大学生の時ですね。じん十二十三四とかだと思いますけど、はい。うんもうその頃の画像が残ってなくて、だから一番最初に描いた絵がどこに行っちゃったかもわかんないし、どん何回したかもわかんないんですけど、うん、まあもう十年ぐらい続けてるシリーズではあって、はい。でフォーマット同じなんですかずっと。ん？あいやもうバラバラです。今回ただ展覧会のこの構成上 この形しか選べなくてでその形の作品たちを集めてきた感じなのででもバラバラです、ほんでいっぱい1 0号以上のものもあるし、うん、あのでかいのもあれば本当に割と人が多いと思うんですよね、ポートレートは、はいええ。だけどそうでないものも結構混ざってるんですよね。非常にに自由いてるのかなとだいぶ自由です、本当にもうその <laughs> 書き殴ったものもあれば本当に丁寧に書いたものもあれば、うん、まあ本当に絵ニキャンで。 あの制限はほんと時間だけで、うん、あのまあそうフォーマットを正確に毎日書いてるんですかいや毎日は書けないので <laughs> <laughs> <う> <laughs> ですけど1年間にいくつぐらいできてるんですか <laughs> はい1年間に何,な何点ぐらい何作品書いてるんだろうな何作品が書いてるんだろうね100ぐらい100ぐらい,100ぐらいだそうです <laughs> すごいですね <laughs> それで23からやってるとするとまあ最低でも十10年 千点何百点じゃないかもっとかも集中して返した時期もあるんでねその時は多分もっと多いんで多分もっと千何百点はあると思うんですけどね、うん、まあどこ行っちゃったか分かんないですけどね本当にはいもったいないですね画像を見た奇跡みたいなそうですね あのいつかどっかで出会えたら面白いなと思ってまたりしその日の自分に会うとカーロンみたいですよねまあまあ若干そういうあの意味合いはあるかもしれないですねデートペインティングほどなんていうかこうあのす、ー、べてのこうルールばってこう、うん、なんていうんですかねこう形式ばったものではないのでもっともラフであのー、気楽な感じではありますけど、うん、はい。でもこれはどこで描いたとかわかるんですかあまああまま大体はいいわかると思いますよ。う<ー>うん。ん。 何年ととかかも多分,分かると思う <laughs> 結構そのうちこれ全部見せるっていう展覧会がいつかできたらいいですけどねでも今回この部屋自体が本当は365インチ1年間を表す部屋にしようっていうことで,であの昔からずっと考えてたんですよねもう300点以上365枚を一枚あの1つの部屋にこうまとめるっていう展覧会をやりたいなと思っていて。 でまあ、今回やっと,ちょっと実現できた感じで,で今回はあえて300枚にしたんですよで書けない日とか書けなかった日、まあ、まあ集めきれなかった作品ももちろんあるんですけど、うん、でこのま,ま余白は実は作ってあってあの展覧会長に行かれた方は分かると思うんですけどでその余白っていうのはまあ僕がその書けなかった日をまあ書くみたいなまあ意味合いがあって、まあ、そういう展覧会の構成にしてました今回は、はい、清水さん <laughs> これだけ大きな本のね編集をや,、うん、やられて京都展なんか見ますとねもう大御所のように思うんですけど年々まだ33歳であの本当に通過点のところでの一区切りなんだと思うんですけど先ほど伊田さんなんか意ジ軸もおっしゃってましたけどこれから先にやることもこう見据えながら多面的に今のことをこれをやるあれをやるっていうことを決めながら割と書いてるところもあるんだ。 作ってるところもあるんだっていうこともありましたけども、まあ、幼少期からのお話を伺い今の京都での展覧会のお話を伺い最後のテーマといいますか「未来」「伊田行正の未来」という意味でそのなんかこう「置いてあるんだよ」っていうところのどこに行こうとして今こういう多面的多彩な活動をなさってるのかみたいなことで最後お話しいただけると。 未来像井田さんがかなどこに行こうかなっていうのが見えるのかなって未来がねええ未<来>まだ話してなかったまとめ <laughs> どこに向かってるかまあどこなんだろうでも海外もいい、うん、もう2022年は井田さんの作品が世界中のどっかでは展示されてたっていう1年だったじゃないですか23年はまたこういう大きな区切りの展覧会があったかと思うんですけども、まあ、まだまだ本当にお若い でもピカソをアビニオの娘描いたら27か9かとかそんなところで,で振り返るとあのアビニオの娘は一つの画期だったなみたいな時代もあるんだと思うんですけど井田さんの今回の展覧会って一つのまあ先ほど南條さんもおっしゃったように画期の何点かもあるでしょうしクルーベの作品に申したようなものは将来にわたって井田さんの原点でありマスターピースだと思うんですけどもそういうものも見据えながらどこに 何か思い思いがあるのかなっていうところですけどどこに行きたいいんだろうな <laughs> 難しですね <laughs> でもまあなんかずっと思ってるのはね20代からずっと思ってるんですけどなんか船作りたいあのそれごめんなさいあの概念ですよあの物理的な船を作ったわけじゃなくてあの航海に出たいあので船は頑丈な方がいいでかい方がいい船員はいっぱいいた方がいいっていうかなんかそういう感じでで ちちちゃゃゃゃんとした船がででできちゃえばどこにでも行けちゃうじゃないですかだから例えばピカソがその舞台芸術やったりとか陶芸もやってとかいろいろやってるじゃないですか、まあ、それと近いのかもしれませんけどまあとにかく盤石なるものをこう作るまあでもまあそれでもずっと盤石、まあ、ってことはありえなくて <laughs> <あの笑>不安にかられながら焦燥感にかられながらこう混乱しながらやり続けていくんだと思うんですけど、うん、まあでもそ、まあ、未来っていうことになるとそういうことですし。 あのまあ、それに向けて今何やるかっていうとやっぱこう鳥肌立つような瞬間をどんだけこう経験できるかっていうこととあのどんだけこう美しいものと触れるかってことと、まあ、その中でどんだけ自分にこう気づきを得れるかっていうこと、まあ、その集積の上でしか何も成り立たないので例えば30年後にここに行きたいここにいたいこうしてたいとかっていうね具体的ビジョンはある,ある,あるはあるるですけど、まあ、ただそれに執着してもしょうがないなと思ってるというか。 変わっていく自分の方がなんていうか僕は、まあ、リアルかなと思うしなんかそのじゃあね毎日こう制作してるとね、はい、前に進んでるような感じがあるんですかありますよ前なのかなどうなんですよね<ー> <laughs> 後退してるかもしれないですけどね、うん、あの進んでるというかう動いてる生きて,生きてる感じがしますよねなんかやっぱ筆持ってないとそわそわしますしこうずっとそれで進んでいった結果ね 今まで見たこともないところに行き着く可能性があるんじゃないかああっていうことは感じるんですか、うん、そうでの大地あというかまあそうですねそうですね。そ,うねその時見える景色っていうねそれはまあ作品かもしれないけど、うん、なんか今まで人が見たことないような作品だとか、うん、なんかそういうものができてる可能性がある。うんはいあの 例え話でよくスタジオで言うんですけど、まあ、山に登ってるとアーティストさみんなであのそれぞれ各々違う山に登ってるとで、まあ、標高高いところまで行っちゃった人たちは巨匠と呼ばれでそっから見える景色っていうのは今の僕が登っている最中だから見えてる景色と全く違うでしょうとで僕は僕で僕の山を登ってるのでその、まあ、いつかその彼らと同じ地平に立ったときに あの彼らが見た世界だけどその視点というのはまあ僕の視点なのでその視点があればまあいくらでも新しいものを作るんじゃないかなっていうことは思っているというかうんだからまあでもそれは言ってみないとわからないしもしかしたら不毛の地が待ってるかもしれないので何 <laughs> とも言いませんけどただまあそこに希望を見出しておかないとまあ生きていくのがしんどくなっちゃうんで <laughs> あの希望を持ってたいなと思いますけど。展のののここととかなその本の最後のところに 何かが生成されていくとで存在とは何かという結論の出ない問いをか考えてるっていうふうに書かれてるんですよねだからその時の存在って自分の存在ってことですかね自分の存在もそうですしこう自分と隣接していてあの存在してくれてまあ南條さんとかももちろんなんていうのかなこう周りにいてくれる人もそうですし あのまあ、この世界すべてですね、僕まあ、この世界のすべてというか、僕が出会えた世界のすべてというか、うん、僕の観測範囲のすべてというか、かそれの存在ってことかと思うんですけど、うん、今、世の中、非常に不穏な時代じゃないですか、はい、戦争が2つも起こってるし、はい、まあ地球環境も大変なことになりそうだという時代に生きていながら、未来についてどう思うかと。 まあ言、うん、う問いの前ではどうですかねそ存在が危ういっていういやまあでもどうなんでしょうまあ滅ぶものは滅んでいくのでそれに抗うことはできないと思うから別にそこには何も僕思わないんですけど、うん、ただ、まあ、あのまあ表現者で絵描いてるわけじゃないですかだからやることっていうのはそれしかなくて、うん、あのまあ,あの最後の晩餐描いた時もちょっとテキストにしたかしないかちょっと覚えてないけどあの まあ現代生きててその今体感してる例えば戦争のことでもそうですけどその今例えば第2次世界大戦第1次世界大戦の時それ以前にあったまあナイフも含めていろんな争い事があったじゃないですかあの全部違うじゃないですかその体感の仕方とか、まあ、戦い方も違えば何もかも違うじゃないですかだからこう人がその時代にこう経験するというか体感するリアリティって全部違うと思うんですよねで まあ、だからそこのリアリティーは追求していたいかなと思う、この現代に生きていて、うん、今だからこそこう体感できる何かっていうのは、まあ、今しかないのでね、まあ、それこそ一期一会なんですけど <laughs>、そういうものにはまあフォーカスはずっとしてたいた、ねはい、僕はまあこれ、研究不快なんですけども、あの潰された顔の人間たちっていうのはね、この現代に生きる人間のことかなっていう気もちょっとしたんですよ。<laughs> 潰されたた顔のポートレートトレちはあ、えー、まあそ,<の>そうですき、ね、うっていうかね現代性をこう,こうまあ僕そこまでなんていうかなこう言語化されてるかされてないかっていうところで言うとなんか、まあ、されてはいるんだろうけどこうアウトプットできないかもしれないですけど、まあ、何,か何かしら反応はしてると思うんですよその現代に対する文明のこととか人間がこう今生きていて。 んだろうまあ新しいね例えば TikTok もそうですけど <laughs> いろんな文化に対してのことで人に対する接し方のこととか距離感のこととかいろんなことにはこう反応はしてると思うんですよねで反応の結果としてなんかそういうなんかこうタッチっていうかなあのまあテイストっていうかなあのまあビジュアルが生成されていくと思うのでまあある側面が合ってるしそうじゃない側面も多分あるだろうしっていう感じではいまあ解釈はそういうこと人それぞれだなっていう感じなんですけど、はい。 だいぶいろいろお話を伺いましたけど <laughs> さんどうですかあのさっきみじくもピカソの伊田さんが語ったくだりでピカソが何したあれしたっていうんじゃなくて結局ピカソはピカソっていう言語を作ったっていうかねピカソになってったピカソという言語化したことによってピカソは何したんじゃなくてピカソそのものになってったみたいなお話を伊田さんポロッとされてて伊田さんもひょっとしたらそういうふうなこと伊田幸正。 になる,なるっていうかもう伊田幸政ではあるんですけど伊田さんが何を書いたとか彫刻を作ったとかじゃなくて伊田幸政になるっていう途上に我々は今日立ち会ってて京都の展覧会もそういうものなんだろうなっていうことで後から振り返ってみるとそのあのクールベイの作品なんかも含めて伊田さんと同時代に我々私なんかも生きられてよかったなっていうところがまあまあまあ,あのどっかでこう心から思える 復帰が来るんだろうし、今日はその、一つのこう、利表じゃないですけど、うん、途上で。こう、皆さんと時間を分かち合えたのかな、という意味で、非常に有意義な時間だったなと。思ってそうですね。はい、なんか、井田幸正という言、げ言語が生じつ,つつあるっていう。<laughs> まさに。ええ、あの、はい、今、南條さんがまとめてくださった、この、井田幸正の。言語がこれから生み出される。<laughs> 恥ずかしかった、ねあの。もう、かなり。 山の中腹じゃないです3合目ぐらいまで行ったのかなっていう感じでしますけど <laughs> で,す <laughs> でもあの展覧会を見てこの楽は一体いくつなんだろうかと思った時に33って見るとちょっとびっくりするところの12月3日までなんでまだあの東京にいるとなかなかご覧になってないのかもしれませんけども。 もし何か時間があれば飛んでって3日までやってますんで見ていただけると本当にさっきの中小の部屋なんか見ないとわからないのでぜひ彫刻も体感していただきたいっていう気しますこれをチェーンソーで作ったのかっていうのもう実感できる塊ですのでぜひ京都でゆっくりご覧になってめまいを覚えてもらいたいと。秋の京都は綺麗ですしねということで。 どうもありがとうございました大変深く話を聞くことができました、はいあのー、本当に過去から始まり現在でまあ未来の言葉もちょっといただき最後に南條さんに伊田幸政という言語の発明まで言及していただきましたのであのー、ちょっとお名残惜しいところはございますけれども 今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。うどうもありがとうございました。ぜひ京都行ってくださいね。伊田さん。あとそうだ、はい、あれだわ、うまいさん。アーツ前橋でもね、南條さんのキュレーターキュレーションしていただいてるあのあのニューフライズンですね。展もやってますので、そちらも<え>僕も出してますけど、あのぜひ行かれてください。そうです。前橋のアーツ前橋というところで南條さんがキュレーションなさってて、井田さんの作品も出てまして。 ちょっと東京では見られない先鋭的なあの現代アーティストの作品が並んでおりますので前橋の方が近いかなちょっと近いですけどまあでもまず京都に行っていて <laughs> お二方どうもありがとうございましたどうぞ皆様大きな拍手でお送りください井出幸正さん南條文夫さん大変興味深いお話をお聞かせいただきましたありがとうございました